艦長、アイスランドをご存知ですか？イギリスの北西に位置する島ですね。ウィルキア人の遠い祖先はそこから新大陸を渡り極東へたどり着いたといいます。ではその地に現在ウィルキアの軍事研究施設があることは？軍事研究施設ですって。本国から遠く離れた島国で帝国は一体何を研究しているのだ？以前ドイツで資料を見たことがあります。ウィルキアとドイツが共同でアイスランドに研究施設を建設したですが、司令に確認したところそのような事実は存在しないそうなのです。匂いませんか？帝国一派の主導で密かに建設された研究施設ですか？おそらく母国の中枢部に秘密にしておきたい類の研究をしていたのでしょう。とすると普段の徴兵機関絡みでしょうか？その可能性が極めて高いかと思われます。それを踏まえてご提案なのですが、敵施設への潜入作戦を提案します。作戦の概略はこうです。アイスランドに構築されたウィルキア帝国一派の軍施設を探るため我が軍のエージェントを送り込みます。敵の秘密基地なのですよね。ならばそう簡単に近づけないのでは？そのあたりを考慮してエージェントの輸送には潜水艦を使用します。海底を伝い敵の索敵網を抜け敵基地にほど近い湾内の海岸で浮上、エージェントを乗せた小型艇を放出します。敵軍の配備情報等から分析して湾内のこの地点がよろしいのではないでしょうか。上陸完了までは秘密裏に行動し、エージェントの上陸を敵に悟られないようにする必要があるでしょう。騒ぎを起こし何も得られずに施設が放棄されるという事態は避けたいですからね。しかし海中だからといって安全とは限らないのでは？海上を行くよりも発見される危険性は低い。あとは我々の腕次第だろう。彼らのもたらす情報が今後の戦況を左右する可能性もあります。わかりました。直ちに潜水艦の発進準備を開始させます。Yeah.
Thank you.
総員警戒態勢、全速前進、副目標追加。敵ソナー検知、警戒せよ。魚雷接近。爆雷着水、警戒せよ。全速前進、総員警戒態勢、副目標追加。
停止。魚雷接近。
マー検知、警戒せよ。敵艦撃沈。浮上。全速前進。全速前進。先行開始。浮上。先行開始。全速前進。敵艦撃沈。敵ソナー検知、警戒せよ。敵艦撃沈。敵艦撃沈。飛雷探知。敵艦撃沈。敵ソナー検知、警戒せよ。飛雷探知。飛雷探知。浮上。先行開始。敵ソナー検知、警戒せよ。敵ソナー検知、警戒せよ。敵増援出現。主目標変更。
全速前進。浮上。機関停止。安全圏に到達し、あとは彼らが各自